動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。本日もですね、もう走り出してるんですけど、私乗っておりますのは GTR、 日産のまあ最高峰のスポーツカーですよね。こちら GTR に乗ってるんですが、もちろん何の撮影をしているかというと、前回に引き続き映画アライブフーン聖地巡礼の旅の今日は、まあ、3つ目の目的地と言えばいいんですかね、1つ目は聖地巡礼のスタート地点として福島日産の福島郷の目店がまあポイント1で、そこからポイント2、恵比寿サーキット、二本松市にあります恵比寿サーキットでこの GTR の性能を体感してきました。すごい貴重な体験をさせていただきまして、まあ、ちょっとその興奮がまだ今日も私残ってるんですよね。で今私おりますのは福島県の高速道路上ですね、磐越自動車道を会津方面に向かって走行しております。会津方面に行くんですけれど、今日私が行くのは福島県の中でもまあ奥地という言葉を言って怒る方いらっしゃらないかなと思います。本当に福島県の奥会津と言ったりする地域ですかね、只見町の方に向かっています。で福島県の只見町には田子倉ダムというダム湖があるんですけれど、まずそこに向かいまして、そこからですね福島県と新潟をつなぐ峠道でもアライブフーンの撮影が行われているということで、結構私この GTR で只見町に行くっていうのを楽しみにしてたんですよね。なかなか私も1回だけ行ったことあるんですけど、すごい道なんです。福島県の山岳道路でいうと磐梯吾妻スカイライン、これが一番まあ有名かなと思います。当チャンネルの中でも何度もこの磐梯吾妻スカイライン、つい先日も、電気自動車のアリアで磐梯吾妻スカイラインを走るという動画を公開させていただいてるんですが、その磐梯吾妻スカイラインに負けないというか、峠道具合で言えば勝ってるんじゃないかなと思うんですよね。そんなところにこの GTR で行けるわけなんです。で1点事前に申し上げておかなければいけないのがですね、この只見町から新潟を結ぶ道路、奥只見シルバーラインと言ったり60里越えと言ったりもするんですけれども、このルートですね、実は今年の雪でですね、ちょっと一部雪崩に巻き込まれて橋が崩落してしまっているということで、現在復旧作業中らしいんです。なので例えば新潟にお住まいの方が、じゃあせっかくだからそこを通って福島県まで行ってみよう、只見まで行ってみようと思われても、ごめんなさい、今通ることができないんですね。で今回は実際撮影に使われたポイントというのが、その崩落してしまった橋よりも手前、福島県寄りだということだったので、まあ、そこまでは撮影ができるということで、福島民放社と協力をいただきまして、今撮影に向かっているわけです。今回のアライブフーンという映画、もう俳優さんの演技も本当に素晴らしいんですけれど、まあ、俳優さんの他にこの車も主役の映画なんですよね。なので出てくる登場人物たち、メインのまあ登場人物がですね、ちょっと車と紐づいている、この人が乗ってるこの車みたいなところがあるんですけれども、なのでこの GTR も映画で使われたというよりは映画に出演した車なんです。そんな映画俳優に私今日は乗って田子倉ダム、只見町まで出かけてまいります。この道中ですね、会津まではこの高速道路を使っていくんですけれど、そこから先はずっと一般道で結構長い距離行きます。今日ですね、福島の市街地から出かけて向かってるんですけれど、片道3時間かかるということで、なかなかのそのロングドライブを GTR で行ってるわけなんですけど、スタートしてまだ1時間ぐらいなんですけれども、まだまだ GTR で私も楽しんで走っていけるなというところです。まあ安全運転で向かってまいりたいと思います。はい、高速道路を降りました。今柳津を走行中ですかね、柳津になるんですかね、ここは、走っております。今日の試乗は当チャンネルの試乗の中でも一番遠くまで行くんですけれど、以前もですねこの辺りまでは来たことがあります。今年の冬の動画ですね、ダブルさん覚えてます？はい、覚えてます。どんな動画でしたか？何、7違うかね、今
今言おうとしたのは七合宿ですかね。あ、じゃあまず何に乗っていきましたか。おっと、オーラ。はい、そうですね、はい、オーラで向かう、会津大内宿ですね。はい、まあ、私もよく白川郷と間違うんですけれども、大内宿ですね、はい、に向かう道中で、この辺りまでは来たことあるんですけれど、今日はですね、こっからまだ60キロ以上あります。60キロ以上をさらに、会津の奥の方まで走っていくわけですので、まだまだ長い道中となります。ここからはですね、ずっと一般道で、なおかつ、これもそうですね、スノーシェルターとかスノーシェードとか言うんですけど、そんなところをずっとこれで走っていくわけですね。ちょっと皆様にはもうしばらくこの景色をお楽しみいただきつつ、まあ、ちょっと映画の話をまたさせてください。私も本当にこの間初めて見たばっかりなんですけれど、ネタバレになるので、詳しいストーリーはお話ししないんですけれど、映画の中盤ですね、主人公野村周平さん演じる光一くんがこの奥只見の方に来て、そこで走るわけですね。でドリフトをするんですけれど、もちろんこれから向かう先も、まあ、今走ってる道路もそうなんですけど、一般道ですのでもちろんドリフトはできません、してはいけません。ですがこの映画の撮影の中で特別にこの只見町に協力をしていただいて、閉鎖期間中なんですけど、冬の入り始めで通行止めになったこの道路でドリフトの撮影をしたということなんですね。もちろんドリフトをした後はタイヤの跡が道路に残るので、それを撮影終了後丁寧に掃除をされたという話なんですけれど、なかなか日本国内でしかも一般道でドリフトの撮影をするっていうのが珍しいというか前代未聞なところがあるそうですので、いやこれは本当にこの映画ですね、見どころはたくさんあるんですよ。映画の序盤からある意味トップスピードで駆け抜けていくシーンがたくさんある、そういう映画なんですけれど、それがほとんど福島県内で撮影されているということで、ただ実はまあ今私が向かっている田子倉ダム、その先の道路、これも福島県で撮影しているっていう前提の映画ではないんですね。なので例えば主人公が福島日産の福島郷の目店にいたと思ったら、その次には相馬の方にある松川浦にいてそこで走っていたりとかかと思えば、この今向かっている奥只見に行っていたりとか、福島県の地理を知ってる人はちょっと見てる間脳がバグるというか、あれさっきここにいたのにいきなりこっちにいるみたいな、そういう感覚あったりするんですけど、まあそれはそれで楽しんでいただければなと思ったりします。はい、では、まだまだ道中長いです。目的地に向かってからの私の力を残しておこうと思いますので、またしばらくちょっと走っていきたいと思います。はい、だんだんですね近づいてまいりました。もうすぐそこが只見ダムですね。長い道のりでした。本当に3時間走行時間3時間かかりました。途中休憩も挟んでますけれども、いやーそれにしても遠いです。どうですかこの景色。ここが只見湖ですね。で今向かっているのはさらにこの奥ではあるんですけれども、いやこの景色は本当に素晴らしい。はい、というわけで到着しました。 GTR でここまでやってきました。今おりますのは、福島県、奥会津只見町にあります田子倉ダムの、田子倉レイクビューというところですね。まあ、後ろに見えているこの景色と、そして GTR、なかなかもうこれだけで私撮れ高としては満足なんですけれども、映画アライブフンの撮影が行われた場所を実際に走ってみるということですね。でもせっかくここに来ましたからね、まずはちょっとここの景色皆さんにも見ていただきましょう。
その6地選びからも携わってまして、はい、なるべくドリフトの、人が集まらないところっていうか、これ映画じゃないとドリフトできないよねっていう場所を選んで監督さんに提案してます、はい、この只見の峠のシーンがなかったら全部行動のシーンがない状態なんですよね。そしてこう空撮の時のこのダムのロケーションっていうのは素晴らしくいいので、そういうところぜひ見ていただきたいなと思います。今本当にこう若い人たちってこう車って道具でしかなかったりすると思うんですけど、まあ私たち青春の頃はやっぱ車が彼女じゃないですけど、そういった時代なので、ただの道具じゃないっていう楽しさが伝わればいいなと思います。うちのロゴって鳥を使ってるんですよね、はい、そう、なんかすごいおしゃれだなと思ったんです、はい、この鳥はやぶさなんですよ、はい、で実はあそこの観音様に見えるような岩山あるんですけど、ありますね、はい、あそこにハヤブサつがいで住んでまして、でハヤブサってスズメを追い払ってくれる駅長なんですよ、うんうんうん、なので、まあ、うちは田んぼやってるので田んぼって守り神なんでハヤブサを使ってます。であと雫のマークは田んぼもお酒もお水大事だよねってことでハヤブサと雫がロゴになってます。ちなみにこのうちの熱火入ってあるところ熱火っていうのも、この径が逆さまで米なんですよね。確かに、なるほど。これ実はあの少年ジャンプのジャンプっていうロゴデザインされてる方がデザインしてくれてます。へー、ドラゴンボールとかスラムダンクとか最近のスパイファミリーの競争とかもこの方がすごいデザインしてます。今ちょっともう仕込みが終わってしまってるので、うんうん、ちょっと倉庫っぽく使っちゃってますけども、うんうん、ここももともとは農作業小屋だったところのリノベーション、弊社2016年にできた新しい会社で、うん、お酒の免許取れたのが2017年1月なんですよ。なんかお酒発売者まだ5年しか経ってない、うん、そうですよね。新しい蔵になります、うんうんうん、でうちの会社の起こりとしまして、なんで始まったのっていうところなんですけども、うん、この只見の田園風景を守るために農家たちが考えたことなんです。で、なんで焼酎を作ると田んぼが守れるのかという話なんですけども、はい、まあ、実はこの只見町、東京都23区と同じ面積あります。そこに今4000人しか住んでなくて、2人1人が65歳以上、はい、でなんですけども、そうすると人も機械も年取ってしまって田んぼやれないよっていう人たちが多くなってきています。だからうちの役員たちに田んぼ手伝ってくれないかとか、田んぼどんどん集まってきてるんですよね、うん、じゃあ田んぼってじゃあ人を入れたらいいじゃんってなるんですけども、人を雇うにもこの地域って18歳以上通える専門学校大学のみんな出ちゃいます。18歳19歳いないんですよね、うんうんうん、でってことで私たちの農家たちが考えたのは酒米を作ろうってことなんです、うんうんうん、酒米ってこの辺取る酒米500万石という布の香りと福島県で開発しているオリジナル品種なんですけども、はい、この酒米はコシヒカリよりもちょっとだけ早く収穫できるんですね。なんで収穫時期を分けることによって同じ人同じ機械でも広い面積が管理できますよねということで酒米です、うん、で酒米っては当然食べないですよね皆さんね、うん、なので酒米って売り先がないと作っちゃダメな品種なんです。なんでこの酒米を使うの何かって言ったらお酒なので、お酒の蔵を作りたかった。でも今日本酒と焼酎の免許は国内では 100% 新規免許は出さないんです。うちはその特産品焼酎免許って特殊な免許を取ってまして、全国5例目、福島県初で取った免許なんですけども、まあ、特産品、町の特産品を半分以上使ったら、焼酎作っていいですよっていう免許を使って免許を取りました。で日本酒って絞った瞬間から劣化が始まってます。で絞ったら終わりなんですよね。あとどう管理していくか、はい、焼酎ってその絞る代わりの蒸留なんですけども、蒸留が終わりじゃないんですよ。そこからこうやって木だるで寝かせるのか、はい、こういったタンクで寝かせるのか、瓶で寝かせるのか、うんうんうん、別のところに紙があるんですよ、紙で寝かせてるのかっていう、どうやって寝かせるか、あと何年寝かせるのか、そしてそれをどうブレンドしていくのかとか、終わりがないんですよ、焼酎の世界。でまたこういったものを残しておくことによって、これ資産として残せるんですよね。うーん、なので子供たち、まあ、私たち次世代につなぐっていうのがテーマなんで、これを子供たちに残してあげる。ちょっと子供たちはその際に子供たちのための酒造りが始まる。本当に資産価値として残せるのが蒸留酒のいいところなので、これってどん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 次の世代につながっていければいいなと思ってますということで、本日はご協力いただきましてありがとうございます。たくさんいろんな話、貴重なお話聞くことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。
これでもゲームでは日本一なんで。